はい、どうも皆さんこんにちは、ソルトです。デモンズソウル腐れ谷、どんどんやっていきたいと思います。今回はね、毒耐性の指輪をつけてきたので、多分ね毒はそんなに効かないんじゃないかなと思ってはおるんですが、どこまで効果がね見れるか。ほら火力出せよ。俺地味に楽しみにしてたんだから。もうそういう矢を買ってくればよかったな。一回帰ってね。ほら。この月強いな、ほんと。スイッと。あぶね。おお、いっぱいいる、いっぱいいる。あいつは無視だな。今思った MP が回復しないのはあの剣を変えたからだわ。今更だけど今気づいたわ。開いた。頻繁に武器を変えるのもありかもしれないね。ほら、よし。引っかかってるぞ。おい、当たんねえか。当たんねえか。こっちだ。さあパルシオンにしておこうかな。回復で回復を使って MP がマックスになるまではパルシオン装備にしておこうか。そこまで弱くはないだろうしね、パルシオンね。メッサー足元いるんですけど、この調子だと囲まれちゃうんですが、いって、お前どっから来たよ。違う違う違う、回復しちゃった。痛い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 。あ、よ、別に弱くねえな、ファルシオン。十分十分。てかあの今の2体どっから来た。上マジで。さあ行くか、来いお前ら。ほらオッケー、もう一丁。よしオッケー。パルシオン強いじゃん。あ、こいつどうするんだ。おい、落ちたぞ。おい、大丈夫か。絶対死んだだろあいつ今。あ、血になってる。そりゃそうだよな。痛い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 。バカじゃないのこいつら。ほらほら、回復。もういない、いないね。さあこいつから先やっつけよう。
アイテムがあるぞ。お、おい、くんじゃないよ。いるね、まだ。降りてこい、もうちょっと。ふん、よし、ちょっと聖者のローブがすごい気になるのでちょっと見てみましょうか。あれ、あー、防御力は低いけど月、あー、どうなんだろう、これ軽装備とかだったりする、もしかして。あ、アサシンクリードっぽい。いや、これ重量装備だわ。重い重い、十分。あー、いや、重いな。別に軽いわけじゃないであれば防御力が高い方がいいな。さあどうしよう。これね、毒がね、嫌なんだよな。嫌で。オッケー。危ない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 。落ちてった。回収。経験値低いよね、やっぱりな。なんか今なんかすげえいるんですけど。なあ、にこいつら地味に寄ってきてる。やばい、毒やん。ダメじゃん、当たんねえよ。弓で撃つ。初めから慎重に矢でやればよかったな。オッケー。ちょっとやめてよ。要石かけら。あ、いるじゃん、まだ。あ、矢がない。これはやまずいぞ。振り回す。かー、きつい。回復。えい。なに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 。ちょっと危険。こっち側はどうだ。これはね、いずれこの橋が向こうから落ちてくるか何かだろうね、多分これ。メッセージを読む。あ、あ、メッセージ消えた。くそー。行く？落ちてくんなよ。この先ソウル傾向が白ければ通れるようになると。この壁の向こうがソウル傾…でかっ、でかっ。ちょっと、なんかでかいでかい、お前ちょっとでかい。なんかあなたでかいんですけど。強いな、これ。あ、これは強いわ。ちょっとね、ちょっと待て待て待て、今ね、ガードできなかったよ、ちょっと。はい、ちょっと強いのいましたね、今。
で弓矢をねちょっと買ってこようと思います。でここだとちょっとソウル傾向もソウルが結構入ってこないので、何でしたっけ、嵐、あそこでちょっとソウルを貯めてから矢を買って出直そうと思います。はあ、きついなあ、ほんと。どうしようかな、さっさと経験値を貯めて矢も買ってついでに強化しようか。さあ竜のロングソード試し切りですね。こいつらで使う、こいつらで使ったかな、日本刀はやってみたけど。おお、かなり柔らくなってる。いいな、これいいぞ、勝てる。余裕だわ。余裕だ。2000ぐらいは欲しいですね。お、デーモンが消えてる。やっぱあいつ一回殺したらやっぱり復活はしないみたいですね。さあお前はどうだ、お前は、お前も炎モーションがつけばだいぶ楽なんだがな。来い来い、無理か。いっていっていっていて、すげえいて。おー、やるねえ。回復ちょっとだけしとこうかな。オッケー、おいしい回復。簡単なのはここまでやっただけでもう3000のソウルがたまる。武器が強いのが手にあれば余裕になってくるな。ふっ、余裕だ。どうしようかな、じゃあ一回もう強化と矢を買っちゃおうか。思ったより進んだからな、進んだというかソウルが手に入っちゃったんでね。よし、そうしよう。でなんだったら嵐を進めてもいいかもしれないですね。嵐もあの大きいデーモンがいた後ろ行ってないので、まあちょっと気分転換にね、ちょっと腐れ谷という結構暗いステージをやっててちょっと鬱になりそうなんで、そうしよう、一回強化。あれどこだっけ、ストーンファンクコード。なんかここに血があるということは私と同じようなオチで死んだやつがいると、まあ結構ね死ぬ人いると思いますよ。ここはこの
のね、ゆっくりとした動きにね、ちょっと我慢ならなくなる時があるんですよ、やっぱり。さあ、どこまで強化できるかな。2段階ぐらい強化できると嬉しいですね。強化する竜のロングソード、とりあえずここに、ちょっと待って、どんぐらいアップするんだ。おお、いいね。でもう一丁、あ、さすがに無理か、流石のかけらが1個足りない、それと流石の塊、これがあと2つ足りないですね。ファルシオンはどうだ。ファルシオンも月影石のかけらが足りない。モーニングスター、お、叩き潰すモーニングスター、なんだこれ。どう違うんだ、どう違うんだろう。何、叩き潰すってすごくかっこいいな。なんだろう、まあまあちょっとね、強化は1段階しかできなかったですけども、あと叩き潰すモーニングスター非常に気になりますね。さあ一旦帰りましょう。一旦さあ矢を買おう、矢をね。ついでにモーニングスターは預けます。預ける。あといらない装備もあるんでね。これだね。 You have a heart of gold. I can... 修理はどうかな。お、危ねえ危ねえ、ファルシオンが壊れかけてる。この辺は全然大丈夫ですね、まだ。で、アイテムを買う。アロー、これ100本。あ、間違った、もう。2000ソウル分買ってきましょう。You come back alive. で、それとね、ここで魔法売ってるやつがいるんですが、こいつからなんかいい魔法出てないかな。奇跡を学ぶ、解毒、あ、解毒か。おお、逃げて帰ることもできる。一重百千万と2万ソウル、ソウル抑制、新しい奇跡、術者のソウルを抑え、黒いファントムに発生検されにくくする。はあ、なるほど。解毒もいいですね、結構。これは違ったな、この人は確かね。これも違う、確か。ではね、ちょっと嵐行ってみましょうかね。ここはね、まだボスに行ってない、ボスまで行ってみたいですね、できれば。さあ来い、強い。この剣はかなり強いぞ。やるな。えい。
さあまあせっかくなんでね、ソウルは全部集めていこうか、どうしようか。いや、めんどくせえな。行くか。さあこの先行きましょう。さあ初ステージですね。おお、もうこいつらガスガス来るんだな。もう嫌なやつだ。やで、落ちねえんだよな。おお、なんかいる。来いよ、もういいよ、やってやるよ。やっぱ、痛いっす。どうだ、うい、イエーイ。おこいつ日本刀落としやがった。マジか。審判者の盾なんだそれ、すごいかっこいいの落としたね今。ていうか邪魔だな、あの上に飛んでるの。盾っていうのがすごく見たいんだけど、すごく邪魔されて見れない。ほら、これは、これは違う。危ない危ない。名もなき者のソウル。この先遠距離攻撃に注意しろ。だからあいつだよな。さああいつらをやっつけるか。ちょっとできるかな。ロング棒でやるしかない。落ちろ落ちろ落ちろ。ちょっと待て待て待て、あいつ嫌いだ俺。装備がされてない。クソ。アロー。卑怯だろこれ。オッケー。うわ、経験値おいしいぞこいつ。アイテムソウルか。意外と美味しかったのことにびっくりだわ。何を拾ったか見てなかった。いや無理だなこれは。さあこれはねやるしかないよ。真上か。おお、なんかいた、なんかいた、すごいのがいた今。あいつはまだ無理ですわ絶対。あアイテム欲しい。あれいて、お前許さねえぞ。どこだあいつか。くそ、俺をチクチク削りやがって本当。ちょっとこれどうすればいいんだ。なんか怖い人いるしな、この先。あいつこれ以上出てこないんだよな。あ、出てきた。へっ、当たんないか。当たんねえ、今惜しかったぞ。
こいつさ、敵無限じゃないよね、さすがに。あ、間違った、回復飲んじゃった。うわ、もうこれなんかもう自利品だよねこれ。よし行く、俺は行くぞ。あいつがどんな敵か見てやるよ。あのなんかデバ包丁みたいなやつ欲しいしな。おいこっち来い、おいこっちだぞ、こっちだぞ。キャッハー、うおー、怖い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 んですけど。いって、お前振り回すなよそんなもん。へいへい、いって、やばいねこれ、やばいぞこれ、ダメなパターン、やばい、回復がねない。いってです、ほらよし。落としたりする剣、あーさすがに落とさないか。よし、ちょっと武器チェンだ、武器チェン、ちょっと MP が。さあとりあえず一回回復しようね。よし、今のやつの剣欲しいな、かっこいい。さすがにもう連チャンではいないだろう。よく聞け、何をだ、いる、連チャンでいた。ちょっと待てよ、いけるかなファルシオンで。いや、連チャンどころじゃねえ、もう2体ぐらいいるじゃん。チャンス、いって、おい、もう一丁やろ、やんねえのか、いって、バカ。これはね、回復しよう。キャッハー、オッケー、おいし、もう一丁、もう一丁いく、オッケー。これね、周りがいかん。いるね、めっさいるな。OK、 一体仕留めた。これ間違って落ちそうで嫌だな。どこ飛んでる、真上見当たらないんですけど。いたいたいた、こっち向かってこいよ。ダメか、効かない、回復飲もう。いてえ、クソ。オッケー、もうやだ、ここやだ、ここかなりきついんですけど。これ弓一発当たんじゃないのこれ。骸骨だから回復はしねえだろさすがにな。えい、来た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 、さあ、うい、痛い痛い痛い、オッケー、バカだこいつ。ソウルの名残、もっとまともなもんくれよ。
回復。よし、だいぶ進んだな。ここきつい。もういるなよあいつ。オッケー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 。あれ、自重しろ。これ絶対ボスかな。怖い。あれ、いないな。また羽音が聞こえるんだが、いた。まあただあいつがヒットポイントが低いって。くそ、オッケー。こいつがね、まだヒットポイントが低いからまだね助かってる。これいけないか。下だね。じゃあ、あ、アイテムがあるじゃないか。これを渡れとな。いける、これ。おいしょ、オッケー。墓荒らしの指輪、なんだろうねこれ。墓荒らしの指輪、ソウルを抑え黒いファントムに発見されづらくなる。これはいらないな。で、今毒に耐えるものはいらないね、ここね。気配消そう。自重しろと言われてもね。お、ん、さっきこっち側から来てここか。2つ道があるんだね。立ち止まるな。うん、怖いな。こっち側は、お、特に情けだな。薄雲石のかけら2個。この先はなんだ。おお、ほら、オッケー。お、宝。再生者の指輪、なんだこれ。再生者、あった。ヒットポイントがわずかずつ回復しつつ、これだろどう考えても。あ、回復してる。これいいぞ。あ、なんだおい、なんか攻撃されたぞ今。あ、さっきのところ、ちょうどこれ一番最初のところだね。ならこいつは無視だわ。あー、すごくいいアイテムを手に入れましたね、回復者の指輪。ということは魔法今必要ないな。武器を、これだ、竜のロングソード、こちらに変えよう。わあ、いいものを手に入れた本当。はい、ではね、時間もちょうどいいですので今回はここまでといたします。次回この先立ち止まるな行ってみたいと思います。また次回も実況ぜひよろしくお願いいたします。ソルトでした。